あ、オーダーして正解、これ嬉しい。じゃじゃじゃーん。はい、イエーイ。喜んでくれてんのかな、これ。うわー、すごいかもこれ。あ、すごいかも。じゃじゃん、おいで。どうもクルズです。今日は我が家にお届け物があったので、それを開封してみようと思います。実は1ヶ月くらい前にあるものを私オーダーしておりました。じゃじゃーん、こちら届いたわけです。オーダーしてみて、途中でオーダー確認メールが来た時に分かったんですけれども、実はこれ海外発注品でした。で、届いたものが住所とか載っちゃってるんで写せないんですけど、裏側にね OCS っていうのが書いてありまして、 OCS ってなんか、ね、昔仕事の時になんか海外とやり取りする時によく来てた配達のだなとか思いました。さあ、それでは早速開封していきたいと思います。シャキン。すごいね、かわいい、かわいいなと思って作ったんですけど、うわー、すごいかもこれ。あ、すごいかも。なんと今回オーダーしたのはかわいい。あ、オーダーして正解、これ嬉しい。実はじゃじゃじゃーん、わかる？ネネ柄なの。で、こっちがムーちゃん柄なの。はい、ちょっと飼い主テンション高めでしたけれども、こちらが動いている実物のネネちゃんとムーちゃんです。この2匹がオリジナルのプリントになったらどんな感じかっていうのを、これから商品とともにじっくりお見せしようと思います。結構似てますよ。これね、トラベルケース、メッシュのお洋服入れたりとか、あとなんかこうね、小物を入れたり、これはね、ベルトがついてますね、とか巾着とか、なんかね、7点セットくらいだったの。1、2で、これがポーチでしょ、これ 1、2、3 で、これがさっきのメッシュじゃなくて、この入り口までむちゃん柄になっているタイプのポーチ4、6点だ。これもサイズ一緒かな。あ、ちょっと微妙に違うんだ。このサイズの違いを見せたい。メッシュがついているものでも、まあ、一番大きい、最初全部がまとめて入ってたやつと、これがその次に大きいベルトがついているタイプと、それのもう一回りぐらい小さいタイプのベルトなしの上蓋がメッシュのものと、上蓋がムーちゃん柄になっている、まあ、要は総柄ですね、の、これはね、同じサイズっぽいな。あ、ちょっと違うかな。これも一回りちっちゃいかな。あ、ちょっとちっちゃいかも。こっちの方が、メッシュの方がちょっと長方形っぽい感じですね。で、これがちょっとだけちっちゃい、また一回り小さいタイプと、あ、巾着こんなでっかいんだ。キューン、巾着。と、さっき見せた、ここね。いいじゃん、むーちゃん、むーちゃんだよ、これ。むーちゃんだよ、イエーイ。喜んでくれてんのかな、これ。むーちゃん、よかったね。うわー、嬉しい。ママがめっちゃ嬉しいんだけど、むーちゃんもめっちゃ嬉しくなって、時短が踏んでくれている。むーちゃん、よかったね。嬉しいんですけど。ちょっと商品が見えてない部分もあったので改めて紹介します。こちらが巾着ですね。結構大きめです。はい、続いてポーチ、こちらも結構大きめなサイズでした。手のひら2つぐらいありますね。はい、続きましてがこちらの総柄のムーちゃんのプリントの袋ですね。
見て裏側もきっちりムーちゃん柄になっています。ただ、幅のところですね、11センチあるやつに関しては、ムーちゃん柄ではありませんでした。で続きまして上蓋メッシュタイプの袋ですね、ここから紹介するものに関しては幅が10センチか11センチの違いしかないので、あくまでも横とあと縦がちょっとだけサイズが違うかなっていう感じで、幅に関しては大体みんな同じサイズのものです。はい、こちらにも取っ手がきちんとついてますよということで、続きましては今度はほぼ同じなんですけれども、ベルトがついてるっていうのが大きな違いですね。このベルトはコットン素材だと思うんですけれども、そんなに本当に強度は強くなさそうなので気持ちいいって感じです。ついてるっていうちょっと嬉しさみたいな感じだと思っていただければいいかなと思います。そして一番大きいサイズの袋もうね、これは旅行バッグにドーンと入れてもらえるような、手のひらでいうと6個ぐらいのこのイメージ感ですという6点セットでございました。夫が僕はネネのが欲しいということで、今のがムーちゃん、これね、色が6色ぐらいからベースが選べるんですけど、私はこれね、ムーちゃんはオレンジにしました。オレンジだけどちょっと赤っぽい感じのオレンジなので、むーちゃんにほらいい感じ、うちのむーちゃんのトレードマークになっているテーマカラーは赤なので、赤っぽい感じの、これはちょっと何だろうな、中色というかオレンジよりも何だろう、バレンシアオレンジみたいなオレンジです。オレンジでもかわいい。もう飼い主としてはこの時点で合格点なんですけれども、ちょっとだけ難を言うとしたら、ペライです裏はもうペライです。もう完全にこのポリの感じ。あ、だけど海外製、多分これ中国製なんだけど、中国製にしてはちゃんとここのまつのところの処理もしてあるので、ほつれにくい、仕様にはなってるんじゃないかなと思います。巾着も、巾着もね、このちゃんとほつれにくく、刺繍というかほつれにくい加工になっております。ペラいんですけどね、厚みは本当になくて、ただね、旅行に行く時に整理できればいいかなっていうのと、こういうのはカバンの中にバッグインバッグみたいな感じで入れれたらなぐらいの感覚なので、それでね、むーちゃん柄を持って歩けるなんて私はすごく嬉しい。しかも見て、この肉球柄と骨柄があるんですよ。かわいい。ちょっとむーちゃんのが長くなっちゃったけどね、お話が。ちょっともう一箇所チェックしていいですか。ほつれにくいその裾の刺繍があるというのは今見て取れましたが、このベルトはどうなんだろう。ベルトはベルトはね、なんだろう、心もとないこれは なんていうかな、あってラッキーみたいな感じぐらいに思っておいた方がいいかもしれません。これをなんかすごい機能がついてるやつだっていう大前提で買うとダメかもしれない。ちょっとだけね、こういう糸がピョコンっていうのはあるんですけど、こういうのは引っ張らないでちゃんとね、ハサミでこの長さの時点でこうやってカットしてあげる方がほつれにくいので、その点は皆さんもご注意ください。嬉しい。じゃあ次、これむーちゃんセットね。嬉しい。ちゃんとここにこう持ち手もあるんじゃん、全部いいじゃん。じゃあ次、さあ猫好きの皆様お待たせいたしました。続いてはねねちゃんバージョンでございます。はーい、こちらねねちゃんのベースは黄色で作っています。黄色もレモンっぽい感じの色だと思ったんだけど、結構蛍光っぽい黄色ですね。これを見るとちょっとイメージとしてはポーランドヌオみたいな感じにしたかったっていうね。夫が選んだ色がたまたまこのクリーム色っぽい黄色で、サンプルは
色表示がされてたんで、あ、なんかちょっとポーランドみたいになるかなって思ったんですけど、ちょっとそれよりは蛍光みのかかっている黄色の生地です。見て、ネニタンです。わー、嬉しいな。仕様に関してはムーちゃんのと一緒なので省きますが、柄こんな感じになるよっていうイメージです。巾着、はい、そっから袋ですね、1,2,3,4 枚ついてきますよっていうセットでした。これね、写真選びも結構大切だなと思いました。私これオーダーするって決めてから写真を選ぶのに結構時間をかけました。正面目でお目目もちゃんと開いてて、で、あの切り抜いた時に輪郭がねちゃんとなる感じのちょっと小顔になってるちょっと小顔に切り抜かれているけど、これ元になっている写真は、このムーちゃんのやつがこの写真です。で、ねねちゃんの元になっている、これの元になっているお写真がこちらです。そうなんですよ。だから結構ね、再現性高く2匹ともいい感じで、顔だけの写真じゃなくてボディも写っている写真ながら、首のところでいい感じに ね、あのお顔だけ切り取ってくれたなっていうのはすっごいすごい嬉しい。これめっちゃ嬉しい。今日夫が帰ってきたら早速見せてあげよう。2人ともね、旅行カバンにこの多分旅行系のやつは入れると思います。で、このねポーチとかは普段使うバッグにびっくりするよね、男の人のカバン開けたらさうちの夫のカバン開けたらこれ出てきたらちょっとウケるよね。これもちゃんと裏のマチがちゃんと綺麗な感じで染められています。はい、綺麗です。黄色の場合は白で塗ってありますね。赤っていうかオレンジの場合はここのパイピングの色と同じ色でした。あ、だからそうなんだ、これもそうだ、白のパイピングになってるから。ちょっとね、やっぱね、こういうとこはね、あ、これは1つついてただけだ、こういうとこあるね、海外製品あるあるですね。この縫製がねやや雑問題、でもこういうのはね全然いいです。このオリジナル生地で来たっていう時点で私はもう全然いいです。もしほつれたとしても私はミシン持ってるんでダダダってやれちゃうので、あ、ほつれそうだなって思ってほつれる前に上から重ねてやっちゃった方が強度は高くなるので全然いいなと思ってますね。こういう風にね、ちょっと縫製はね雑めです。そして生地感もチープな感じです。ただ私はこの時点でも80点あげたいぐらい、オリジナルの生地だから嬉しい。早速使ってみようと思います。次にどっか旅行に行く時には、まあ、夫はこれを使うでしょうし、私はムーちゃんセットで行こうかなっていうふうに思っています。どこのサイトかっていうのが、これがね、私これを発見したのが実はインスタグラムのこうフィードに流れてくる広告、あれで一番最初に見つけたんですよ。あまりああいうのでクリックすることってないんですけど、これは何って思ってもうクリックせざるを得なかった。うまいことついてるよね、この飼い主の気持ちをさ、分かっちゃうよね。しかも最初はムーちゃんセットだけ買うつもりだったんですけど、まあ、どうせだったらなんか一定金額以上だったら送料無料になるらしいよっていうのを見た瞬間に、えい、もうじゃあねねちゃんのも一緒に発注しちゃえということで、今回2匹分モデルちゃん2匹分買いました。一応その海外から
とやり取りをしているっていうのが、私はその時はその広告だったからわからなかったんですけど、皆さんももしこれを見ていいなとか思ってくれるとしたら、一応概要欄にリンクは貼っておこうと思うんですけれども、あ、案件じゃないですよ、あの普通に本当にフィードで流れてきたやつが素敵って思って買っただけなんで、一応心構えとして海外とやり取りをするということと、海外業者さんね、で発注してから大体1ヶ月後ぐらいに何の前触れもなく届きました、 OCS がっていう、さっきの袋が届いた状態なんで、そのやり取りが心配じゃない方っていうことと、あと、まあ、生地感はペライよっていうのと、あと縫製やや雑だよっていうのでも全然それでもいいっていう方にはすごくおすすめのこの愛犬愛猫のオリジナルプリントのトラベルケース6点セットでした。いやー嬉しい、早く使いたい。ということで、実は私海外でのお買い物初体験、しかも知らない間にだったんですけれども、また今後こういったねオリジナルの愛犬愛猫系のねグッズとかを発見したら、まあ、頼んでみるのもいいかもしれないなっていう風に感じたので、おすすめのものがあったらまた動画を出そうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。